珍しいな。みんなもうこの塔のことを忘れたのかと思ってた。俺には沈黙の魔女の呪いがかかっている。それはあなたがここに来た目的に関係することですか？ティナーシャ、結婚でもするか？は？受け付けられませんよ、そんなの！魔女の血を王家に入れようなんて正気じゃないです！曽祖父は引き下がったかもしれないが、俺は俺だから特に関係ないというか。何言っちゃってるんですか？どっちもダメ、一律ダメ！やっぱり危ないですよ。魔女に呪いを増やされたらどうするんですか？魔女の弟子だと聞いたけれど。ただの殿下のお気に入りってわけじゃないのは確かだ。今の無影所で。もしかしてドラゴンですか？あなた本当に変わってます。大丈夫だ、なんとかしてやる。ダメですよ、魔女は怖いものなんです。お久しぶりです、青き月の魔女殿。70年ぶりだな。良い眠りだったか？いい加減俺を頼れ。どうしてほしい？前衛をお願いします。わかった。悪いが今度は死んでもらう。終わりだ。